20歳ぐらいの時はもう超絶イケメンでしたので。皆さんこんにちは、山本由伸です。今回は筋肉が増えない増量方法について解説したいと思います。まず、筋肉を増やしたいということでいっぱい食べる、でも筋肉じゃなくて脂肪ばっかり増えてしまうという人は結構多いと思うんですね。これはどういうことかと言いますと、栄養素が筋肉ではなくて脂肪細胞の方に行ってしまっているということになります。ここで一番大事なのは食事栄養摂取のタイミングです。筋肉が動いているとき、トレーニングをして筋肉が収縮しているときというのは、この筋肉の収縮そのものですとか、あと周りの血液の循環が良くなっています。そういう状態だと栄養素が筋肉の方に行きやすくなっているんですね。ですので大事なのはトレーニングの前中後、このトレーニングに近いタイミングでいかにいっぱい栄養を筋肉に注入するか、それが大事になってきます。トレーニングとですね、ちょっとタイミングが離れたところで食事をしてしまうと、筋肉の方ではなくて脂肪の方にも行っちゃうということがあるんですね。ですのでちゃんとトレーニングの前中後にタンパク質ですとか糖質、そうした大事な栄養素を集中させて摂るということが大事になってきます。あとインスリンの働きも大事になります。インスリンが筋肉に働けばいいんですけれども、脂肪の方に働いてしまうとあんまり良くないんですね。インスリンが脂肪に働いてしまうと脂肪の方に栄養がいってしまうということになります。ですので、それを避けるためにはアルファリポ酸という、サプリメントがあるんですけれども、これをちゃんと摂ることによって筋肉の細胞のインスリンの働き、インスリンへの感受性を高めることができます。ですので増量中脂肪ばっかり増えてしまうという人は、まず食事のタイミングをトレーニング前後に集中させるということと、あとアルファリポ酸をしっかり摂取するということが大事になってきます。いっぱい食べてるとニキビとか吹き出物ができてしまうという人結構多いようなんですが、これは一気に摂取カロリーを増やしてしまうとなりやすいんですね。一気に栄養が増えてしまいますとホルモンとかの分泌も増えてしまいます。そして皮下に脂肪が出てきて、皮膚の脂肪の分泌が悪くなってしまうということもあります。このあたりがですね、問題になるんですけれども、問題としては脂肪の代謝をうまく行うことなんですね。脂肪をエネルギーに変えるものはビタミン B2 です。ですのでビタミン B2 を取っておくと食事の脂肪がうまくエネルギーに変わる、皮膚の脂肪にならないということになりますので、 B2 をちゃんと摂るということが大事になってきます。あとは食事量のカロリー全体が多いとどうしても肝臓で処理できしきれないということもありますので、まずは食事量を一気に増やしすぎないということが大事になってきます。だん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 摂取カロリーを増やしていけば体はそれを処理できるんですけれども、一気に増やしてしまいますとそれができなくてですね、ニキビとか吹き出物出てしまうこともあります。ですのでバルクアップの時には一気に増やさない、だいたい体重を維持できているカロリーがあると思うんですけれども、維持できているカロリープラス1日500ぐらいに抑えておくといいです。そうすると一気に体重が増えることもないですし、ゆっくり筋肉を増やすことができて、ニキビとか、吹き出物のなんかはできてこないということになります。他に、脂肪をあまり増やさないで筋肉を増やす方法といいますと、まずゆっくり増やしていってプチ減量を挟むということが大事です。増量をずっと続けていくとですね、やっぱり最初にお話ししましたインスリンの働きが悪くなってきてしまいますので、時々減量を挟むんですね。減量を挟むことによって筋肉がインスリンをうまく受け入れるようになる。ですので2ヶ月ぐらいバルクアップしたら1ヶ月ぐらいプチ減量を行うという感じで、増量プチ減量増量プチ減量という感じでやっていきますと、あんまり体脂肪が増えないで筋肉も効果的に増やしていくことができる、もちろん体への影響もいいということになりますので、ずっと増量を続けるのではなくて時々はプチ減量を挟むということが良い方法になってきます。増量中は太りすぎてモテないのではないかというようなこともあると思うんですけれども、これはもうしょうがないですね。増量中どうしてもいっぱい食べて、そうですね、自分の場合で言いますと学生時代、今でだいたい100キロ近くはあるんですけれども、学生時代もですね、もっと筋肉が少ない状態で100キロぐらいありましたので、結構顔も、
太ってしまいましたし、まあ、ウエストも太くてですね、それほどいわゆるモテるような体ではなかったということがあるんですけれども、まあ、私の場合ですね、二十歳ぐらいの時はもう超絶イケメンでしたので、そうした体とか関係なしに結構モテていたんですが、まあ、そういう話は置いておいてですね、まあ、過去の栄光ですからね、置いておいて、やっぱり一般的にはどうしても太るとモテないです。でも今のようなですね、プチ減量を挟む方法、それでしたら一気に太ることもないので、筋肉も少しずつ増えてきますし、体脂肪率もそんなに増えることはない。ですのでそのような方法ですと、まあ、太ってしまってモテないということはあんまりないと思います。で、まあ、最近はですね、逆にちょっとぽっちゃり型の男子がモテるということもあると思いますので、まずちょっとぽっちゃり型の人を好きな人をちょっとチェックしておいて、その上でダイエットしてかっこよくなる、そうするとさらにモテるんじゃないかなと思いますので、まあ、そのあたりを踏まえた上で増量をするとそんなに悲しくならないと思います。実際にですね、ちょっと増量から減量していきますと、明らかにやっぱり体も絞れて顔も絞れてかっこよくなりますので、そういう変化がモテにつながりますから、これはもう私の経験でもあるんですけれども、普段は太っていてその状態でそこそこのモテをキープして減量するともう一気にモテるようになりますので、その時のことをですね、楽しみに増量中は頑張るようにしてください。筋肉の回復が第一ということですが、睡眠時間が仕事から制限されてしまうのですが、起きている時間でできることや気をつけるべきことがあれば教えてくださいということなんですけれども、まあ短い睡眠時間でいかにやっていくかということは、起きている時の覚醒レベルですね、起きている時に目がパシッと覚めた状態だと短い睡眠時間でも大丈夫になってきます。睡眠がそれだけ深くなってくるんですね。逆に起きている時にちょっとこうぼーっとした眠い状態でいると、睡眠とのメリハリがつけられなくなってしまいます。となると睡眠も浅くなってしまうんですね。ですので起きてる時の覚醒レベルを高める、それができるのはまずカフェインですとか、あとアミノ酸の BCAA とあるんですが、 BCAA を取りますとカフェインに負けない覚醒効果、目がパチッと覚める効果があります。ですので朝起きたらすぐ、まあ、コーヒーですとか、あとトレーニングの時に BCAA を飲むとか、そういうようにしますと目が覚めて短い睡眠時間でもパシッと起きられるようになります。そして、あと大事なのはやっぱり回復させることなんですけれども、睡眠の、時の、ポイントとしましては、体をやっぱり横にすることですね。横になることによって血液の循環、内臓への血液の循環が立っている時よりもずっと良くなりますから、起きている時もある程度横になる時間を持ってくるんです。ですのでずっと立ったり座ったりしてではなくて、まあ、時間が許す限りですね、横になる、そうすると内臓への血流が増えて回復が促進されます。このあたりを気をつけていただければ、短い睡眠時間でもうまくやっていくことができるかなと思います。はい、今回は増量中の気をつけるべきポイント、そして短い睡眠時間でいかに回復させていくかについてお話しさせていただきました。面白かった、興味が持てたという方はぜひチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いいたします。そしていただいたご質問の中からピックアップしましてお答えしていきますので、何かわからないことがありましたら気軽にコメントを入れていただければと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。